本日はワールズ2021プレインノックアウトステージの模様をお送りしております。実況のイエガーです。解説にはリクルスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先ほどの、試合は BO5 5戦目までもつれ込む熱戦となりましたけれども、はい、どうですかそちらについて何かこう振り返りありますか。いやもう本当になんというか各チームのエース同士の対決っていうのが、はい、まあ、激化したなっていう印象だったんですけど、最後はどこが追っていってということでしたね、はい。まあ、ただ、ここからもう一つ BO5 があると、はい、いうふうなスケジュールになっておりますから、はい、皆さん、まあ、お疲れだとは思うんですけれども、はい、ぜひとも見ていっていただければなというふうに思いますね。まあ、ちょうどねあの金曜日、ですから、明日がね土曜日で、まあ、休日の方も多いかと思いますんで、はい、ね、見てくださる方がね いっぱいいることを信じて我々もね熱を入れて実況解説していこうかと思います。さあということで、続いてのマッチアップはピース VS レッドカニズということで、こちらグループ A の試合になります。グループ A のノックアウトステージの試合となりますけど、どう見てますか。前回その、トリンダメをピックしてっていうところがあって、はい、もうそれにもう飲み込まれてしまったっていうところが、はい、ちょっと前回の直接対決ではあったので、そうですね、ピースの、まあ、ミッドレーナーのタリー選手がピックされましたね、はいはい。まあ、さらにはビーチャス選手の懸念っていうところもあって、はい、なんですけど、まあ、そこに対しては、まあ、オープニングの V から も当然分かっているよということで、はい、まあ、ドラフトで何かしら対策してくると、おそらくバンにはなるかなと思いますね。もうバンで封じてしまうってことですね、はい、か、はい、信じと出すか。いやこれどうですかね、もしそのこの段階でそのトリンダメアに対して信じとが機能するぞっていうことがはっきりと分かれば、今後その続いていく試合に対しても他のチームに対しても大きく影響を与えますよね。うん、まあ、そもそもちょっと信じと自体がちょっと5対5になった時にどれぐらい動けるのかっていうのはまだ未知数な部分はあるんですけれども、まあ、レーンだけ見ると、まあ、ハードカウンターって言われてる、はい、チャンピオンではあるので、ちょっとまあ用意してきてもまあ不自然ではないかなというふうには感じますね。どういったところがそのトリンダメアに対して有利なんですか。あの殴れないんですよね。あの信じ取ってオートタックとかせずに、はい、まあ、する時もあるんですけど、基本的には動きもあるじゃないですか。そうですね、投げ飛ばしてあと歩いて毒撒いてるイメージですけど、はいはい、なんで、まあ、一応スローは、はい、あー入るっちゃ入るんですけど、そもそも AD 現象関係ないですし、確かに。で新人とかずっと歩いていくので、オートタックの回数が少なくなって、一方的に体力削られて、まあ、日和もたまらずに、削り切られてしまうっていう展開は、まあ、よくある光景ですね。あ、なるほど。まあ、なんていうか、そのトップレーンでよく見られた光景がそのミッドレーンでも起こるってことですね。はい、で加えて、はい、あのガンクのセットアップがやっぱり強いんですよ新人と。確かに投げ飛ばしますね、はい、プレデター使いながら、近づいていって投げ飛ばして味方ジャングルにダメージさせるみたいなこともできるので、まあ、トリンダメは比較的、まあ、ガンクに、まあ、序盤おもろいですから、はい、そんなところを考えていくと、まあ、カウンターと言われる理由にはなってくるのかなというふうに感じますね。なるほど。どうなんでしょう、その使用難度的にはこの、まあ、短期間にはなったと思うんですけど、このワールズに向けて用意できるぐらいの難易度になってるんですか。うん、まあ、トップレーナーならっていうところはあるかもしれないですけど、ミッドレーナー、それこそ明治を得意としているプレイヤーたちが、まあ、果たしてあの新自動、まあ、どうなんですかね。なかなか結構特殊なチャンピオンでもありますから。そうですよね、今までこうそういったチャンピオンっていう、まあ、似たようなチャンピオンっていうのがない中でミッドレーンでは、はい、まあ、いきなり使えますかっていうことになったわけですからね。さあこちらピースのメンバーになります。直接対決、直近の直接対決はこちらのピースが勝利を挙げた、その要因として挙げられるのがそのミッドのトリンダメアピックと。まあ、ただどうでしょうね、B シャチ、はい、先ほどね、キーボード F11 外れてましたけどね。まあ別にいいよ、使わないからみたいな感じでね、あのカメラに向かって何か言われてましたけど。そうですね、もしかしたら割り当てがあったかもしれない、ちょっと不安でしたけどね。さあ、対してレッドカニッツの方は、どうですかね、その直接対決、直近の対決で敗れているということもありますから、まあ、気合の方は、まあ、入れ直してこの試合に臨むことにはなると思いますが、まあ、このワールズに入って、でちょっとそのサポートのジョジョのこのロームっていうところがちょっと薄れてきてるのかなっていう印象はあるんですけど、ただトップレーナーのギーゴの爆発力っていうのは依然としてあるっていうのははっきりとしているので、まあトップ中心にやっぱり組んでくるんじゃないかなというふうにも思いますね。ボットレーンのところチータンはもうソロでファームして、はい、後半に力を蓄えるみたいな、そういったイメージになってくると思いますね。さあその上でドラフトにはまずなってきますけれども、どういったドラフトを組み立てるか。さあこちらチータン、まあこう覚えている方も多いかと思いますけれども、まあトリスタンの前ブリンク、はい、
ですよね。まあ、本当に今大会でもミスフォーチュンを使っての前フラッシュだったりとか、うん、もうとにかく攻撃的に仕掛けていくプレイ、はい、まあ、実際刺さってるシーン多いですよね。相手の AD キャリーの体力を大幅に削ったりとか、なんならキルまで持っていくみたいなシーンもありますし、やっぱりその攻撃的な姿勢っていうのがチーム全体をかなりいい方向に持っていってるっていうのは間違いないですよね、うん。さあレッドカニンズ直近の戦いでは敗れてますが、どういった戦略をまず持ってくるか、初戦がそうなるとこう入りとしては重要になりますよね。そうですね、やっぱりドラフトの駆け引きっていう面で見ても、うん、先ほどのトリンダメの話もそうですし、トップレの懸念、はい、やっぱりビージャー選手の懸念っていうのは一個ストロングポイントでもあるので、そういったところに対してどうやって対策をしていくのか、あとはミスフォーチュンの取り扱いをどうするのかですね。やはりそのミスフォーチュンが AD キャリーマークスマンの中でのティアは、まあ、一つ頭抜けてますよね、今大会を見ても。どう考えてもレーンのところから集団戦に至るまでの影響力っていうのが他のチャンピオンに比べてもまあ何段階も上かなというふうに感じますからね、はい。まあ、ですからそのミスフォーチュンをどうするか、それでいうとそのユニコーンズオブラブ、まあ、敗退はしてしまいましたけれども、そのミスフォーチュンに対してセナっていう回答を一つ持ってきたわけじゃないですか。他のチームこうこれを受けてこうそのセナをピックしたりだとか、まあ、その他にこう何か対策として用意できそうなチャンピオンの候補が出てきたりとかっていうことはないんですかね。まあ、当然用意はしてると思いますね。まあ、それこそ断食セナ自体は直近のメタでも、はい、使われていたチャンピオンでもありますし、そんなに違和感なく使えるかなとは思うんですけれども、ただ問題となるのはやっぱりその相方、はい、ですよね。それこそイオイルはサイオンっていうところを使ってたわけなんですけれども、セナサイオンってなるとちょっとその2人のコンビの連携っていうところを確かめ直さないといけない部分でもありますし、まあ、他にもトランドルとかマオカイとかっていうところをどんどん増やしていこうと思ったら、はい、やっぱりそれなりに練習の時間スクリームっていうところは組まなきゃいけないと思うので、まあ、出すにしてもちょっとグループステージからなのかなっていうところを感じますね。もう少し準備期間いるんじゃないかなと、はい。まあ、その昔というかも最近ですね、その直近でセナが使われていた際は相方今セナのタムケンチ、セナタムケンチっていう使われ方されてましたけど、ね、どうですかね、今のタムケンチだとちょっとあの時のように使うのは難しいですかね。結局そのセナを守るために、うん、あのレベル6にならないといけないんですけど、だからレベル6まではピールが全くできないっていうことで、はい、ガンクにも無力ですし、レオナみたいなチャンピオンからのオールインも防げないっていうことで、うん、安定感ほぼゼロに近いんですよね、うん、結局崩されてしまうっていうところがあるので、そう考えるとやっぱり難しいのかなって。で、守るチャンピオンってなるとさ、ブラウムとかっていうところが、はい、まあ、ヒット候補には上がってくるんですけど、ただセナを相方に置いてブラウムにゴールドを集めたところで、ちょっとブラウムはお金持っても影響力を出せないチャンピオン、はい、出しづらいチャンピオンですからって考えると、なかなかこうゴールドを持ってピールが強いチャンピオンっていうのは限られてきますよね。それこそそのタムケンチ変更入った際はね、引き続いてセナの相方いけるんじゃないかってことを試されてたんですけど、はい、やはりそのレベル6までの安定感のなさ、もろさっていうところ、疲れるっていうところがね、世界的にも目立ちましたよね。目立ちましたし、はい、やっぱりスキルセットの変更でどっちかっていうと、やっぱりサポートタムケンチ使う場合はダブルでのオールインがこう魅力的なチャンピオンになってしまったので、はい、やっぱりセナとちょっとラインがうまく共有できなくて、ちょっと孤立してしまうっていうのは目立ちますよね。まあ、ですからちょっとこうセナの相方に何を持ってくるかというのは各チームもし使うのであれば考えなくてはいけないということで、他にミスフォーチュンに対抗できるチャンピオンってなると、もう明治系のチャンピオン出すとか、その明治系のチャンピオンで一つ言うと、本当にこのワールズ始まる前に、はいはいはい、ジグスが一つこうメタの中心に来るんじゃないかっていうふうに予想されてたじゃないですか。ただこう蓋を開けてみればジグスほとんど見ないですよね。これは不思議ですよね。出てないんですか。そんな何かこう要因があったりするんでしょうか。まだちょっとわからないですね。もしかしたらもうこのプレインの中で、まあ、ジグスがトップメタになるっていうふうに考えて、はい、スクリームのところで大方バンをされていた可能性があるっていうことですね。あー、なるほど。でそうなった時にやっぱり練習がうまくしきれていない中でジグスを出すのはリスクがあるんじゃないかっていうふうな判断になったりとか、あとはまあそもそもジグス自体がやっぱりそのレーンのところで 2v2 で強気にいけるチャンピオンだったり、ハラス勝ちできるチャンピオン
とは言えないんですよね。もちろんロストチャプター完成以後だったりとかスキルレベルが上がってくるとポークダメージっていうのは強力になっていくんですけど、はい、レーンだけで見るとやっぱりどちらかというとウェーブクリアをして、ファームで過ごしたいっていうチャンピオンになってるので、うん、そうなるとちょっとミスウォッチに対抗できるだけのパワーはちょっとないんじゃないかっていうふうに考えてる可能性は高いですね。あとそのどうですかね、ちょっとプレイヤー的に使いづらいというか、っていうのもあるんじゃないかっていうところそうですね。ですか。実際そのそれこそ先ほどのドッコ選手なんかは、はい、オートタック主体のやっぱりそのクリティカル系の AD キャリーでガンガンこうダメージを出していくプレイヤー、まあ、やっぱりマークスマンが得意なプレイヤーですよね。そうですよね、はい。ユタポン選手に関しても使いはするんですけど、やっぱり魅力的なのはエズリエルだったり、いやそうですよ、はい、アフェリオスだったりっていうところじゃないですか。もったいないなっていうふうに考えてるチームが多いっていうこともあると思いますね。そうですね。そしてここの、まあ、特にレッドカニズに関してもチーダン選手もね、あの結構オートアタックをするチャンピオン、うん、まあ、ブリンクあるチャンピオンが好んで使っている印象ありますから、はい。ただですね、はい、チータンに関しては一個特殊なピックがあって、ほうほうほう、確かベルコゾを、あ、そうですね、そうなんですよ、ボットで使ったっていう過去があって、はい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 、それで、以前苦しめられたっていうような歴史もあるんですけれども、そういったその明治系のチャンピオンも使えるっていうのが彼の強みの一つでもあると思いますね。ですからもしかしたらシンドラだったり、まあ、ベルコゾだったり何かしらそういった特殊なチャンピオンを用意している可能性というのはありますね。なるほど。ちょっとそうなるとね、この、まあ、BO5 ですから、はい、まあ、出す機会というのももしかしたら、訪れるかもしれませんね、さあただいま情報の方入ってまい、りました。現在選手のデバイストラブルの方でお時間をいただいております。もう少々お待ちいただければと思います。これどうなんですかね、あの F11 キーのキーキャップ外れてたのじゃなければいいですけどいやそうですよね、やっぱりあれは影響があったんじゃないかってちょっと心配ですけどね。いやでもキーキャップないっていうのがトラブルの原因だとしたらどうしようもなくないですか。まあ探してもらう、探すしかないですよねまあそれがキーボードをもう取っ換えるか、はい、はい、まあ、さすがにそんなことはないと思いますけど、まあそうですね、ちょっと F11 ってそれこそ、はい、まあ本当に右利きのプレイヤー、マウスを右で持って、はい、キーボード左手でっていうプレイヤーであれば、基本的にその QWER 周りに左手があるじゃないですか。そうですね、めちゃくちゃ遠いと思うんですよね、はい、そうですよね、うん、押しにくいんであんまりなんかそこに、うん、あんまり設定する人いないと思うんで、はい、何かその割り当てるってこともないかなと思うんですけど、はい、違うかなって思うんですけれども、まあ、ただどうですかね、選手の表情を見る感じだとかなりリラックスしているので、まあ、そこまでその心配するようなほど重要なものではないというか、重篤なものではないというかのようですね、はい、そんな気がしますけれども、まあ、ただ何が起こるかは、まあ、どういう設定をしているかはちょっと本人次第ですからね。あとはちょっとカメラの様子を見ると、うん、レッドカニズサイドイージス選手、あのようですね、ジャングラーの、はい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 、プレイヤーのイージス選手のところでスタッフと何かこう会話をされている様子っていうのが今画面の方に表示されてますので、まあ、まあ、彼の、はい、なんか彼のトラブル、彼のデバイストラブルということにはなりそうです。チータン選手はなんかカイロで遊んでますけどかなり手持ち無沙汰な、うん、はい、状況に陥っているということですね。はい、だそしてピースとしてはまあ待つ形になるわけですけれども、まあ、こういった時間もね、こうチーム内で、1戦目どういうふうにこうドラフトを進めていくかっていうところはおそらく考えていると思いますけれども、話し合っていると思いますけれども、まあ、正直かなり煮詰まってきてますからね、メタに関しても。例えばそのアブムとリョーナの関係性だったりとかっていうのも1日前2日前ぐらいからこうはっきりとしてきて、はい、ちょっともうリョーナの方が優先度高いんじゃないかとかっていう風な形でどん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 こうブラッシュアップされているっていうことなので、どうでしょうね、まあ、もちろん1戦目ですからお互いもう話し合ってきた結論が、まあ、出てるとは思うんですけれども、まあ、再度そこは最終確認だったりっていうところが、はい、求められていくってことになってますね。どうですか、まあ、ちょっとアムムの話、そしてそのアムムよりレオナの方が優先されつつあるよっていうことを言われてたんですけど、はい、そのアムムはぶっちゃけた話ワナピックなんですか今大会。これがグループステージになるとわからないかなって思うんですよね。その当然、まあ
もちろんプレインステージのプレイヤーたちも上手いんですけど、はい、グループステージに行くと、まあ、さらに上手いプレイヤーたちが、まあ、数多く揃ってくるっていう中で、はい、もしかしたらそのアムの Q のスキルショット精度っていうのがより高まっていく可能性がある、まあ、駆け引きの面で勝てる可能性があるっていうところで、まあ、アフターショックの発動しやすさだったりとか、あとはエンゲージがより正確に決まっていくっていうことが発生しうるケースがある。ただ一方で避ける側も上手いので、はい、結局 Q 当たんないんじゃないかっていうことにもつながってきて、まだちょっとどっちかわからないですね。基本的にやっぱりアムムっていうチャンピオンは例のダメージトレードが非常に強いんですけれども、はい、育ってなかった時にやっぱり他のサポート系チャンピオンに比べて若干脆いっていうところと、Q のスキルショット精度にかなり依存してしまうエンゲージがですね。あと逃げスキルもないですからね。そうなんですよ、うん、で一旦突っ込んでしまえば逃げスキルがないので捕まってデッドしてしまうっていうのがやっぱり欠点の一つ。ただ決まれば本当にゲームを変えうるだけのエンゲージ性能、さらには CC の性能っていうのを持ってますから、魅力的なチャンピオンではあるんですけどね。まあですからちょっとそのあたりで、うん、まあ、このプレイインとメインイベントの方で、差が出てくるのかというところも注目ですけれども、どうなんですかね、まあ、その、はい、もうグループステージで待ち受けるチームっていうのが、まあ、こうもう当然プレインの試合を見てるわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、その上でちょっとアムムがうまくいってないぞってなると、ちょっとどうですか、使いづらくなったりとかもあるんですかね。まあ、あるとは思いますけど、一旦自分たちで試してみないことにはっていうところもあると思いますけどね。やはりそこは自信を持って、うん、出すとこは出してくるんじゃないか。ただどうでしょうね、結局レオの方が僕も個人的にはいいと思ってて、ほう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 、どんなところで、そのやっぱりリスクがなく仕掛けられるっていうところなんですよ。アムムは自分の体を突っ込ませなきゃいけない、はい、まあ、Q にしろアルティメットにしろそうですよね、はい、ただレオナに関してはアルティメットで遠距離からエンゲージを、仕掛けることができるっていうことで、レオナが自ら突っ込まなくても集団戦を起こすきっかけを作れるっていうことなんですよね。なのでリスクなく仕掛けられる、でミスったらそこでやめればいいじゃないですか、はい、だから自分たちがデッドする心配もない、まあ、多少の時間自分たちのアルティメットがない時間っていうのも発生するんですけれども、相手にゴールドを渡したりとかオブジェクトを渡したりする危険性っていうのがアムに比べるとミスった時に、相手に有利を渡す危険性というのが少ない。どちらかというとやっぱり競技シーン向けというか競技シーンが好みやすいのはレオナなのかなっていうふうには感じますね。まあなんというか、そうリスクなく仕掛けられる、自分たちの仕掛けたい時にそういった形でリスクなく仕掛けられるっていうのは、まあそれだけでも大きいと。さあどうやら画面の方、映像の方は直接対決の時の、はい、リプレイが表示されているようですね。前回どういった対決を両チーム行っていたかということなんですけど、このトリンダミア、はい、そしてノクターンを使って、あとは懸念を使って、この3チャンピオンでバックラインを攻め立てていくっていうような作戦を取ったということでしたね。まあ、実際このノクターンのパラノイア、はい、この暗闇状態で相手がどこから仕掛けてくるかわからないっていうのが本当に強力だったので、このシナジーっていうのはちょっとレッドガニズからすると対策を取らなければいけないっていうことになってますね。まあこの試合はレッドカニズとしてもある意味チャレンジをしてきた、新たな手札を見せてきた、それこそカリスタですよね。いやこれやっぱりドラフトのところでルシアンが見えて、はい、ルシアンブラムが早々に見えて、やっぱりこれボットサイド勝負になるんじゃないかっていうところで対抗するためのカリスタだったんですけど、結果的に見れば外されてしまったんですよね。そのピースからするともう懸念とトリンダメを生かしてトップサイドから作っていくっていうゲームプランに切り替えられたので、はい、ちょっとレッドカニズからしてもゲーム内のところも対応が追いつかなかった。まあ、ギーゴとしてはガングプランクっていうことで、やはり、まあ、このピックを見てもトップレーン勝負ではなくて、まあ、ボットレーンサイド、はい、それこそチータンのいるボットレーンでこう勝っていくぞっていうようなドラフトだったわけですけど、だったんですけどね、本当にそういったところでピースの駆け引きのうまさっていうところが出た、はい、そういった直接対決になりましたね。いやこの試合のトリンダメアは、いや非常に支配的でしたね。まあ、あとはねちょっとビジチャチもね懸念使ってますけど、はい、まあ、個人的にはねちょっとティーモを見れないかなっていうあティーモじゃない、ポッピーですね。あそうですね、はいはい、ポッピー見れないかなっていうふうに思ってるんですけどね。彼代表するチャンピオンですもんね。メタ的にもねやっぱりバフを受けているようなチャンピオンでもありますし、はい、
そういった面白いチャンピオンのピックが見られるかどうかというところ非常に楽しみですけれども、ここで情報の方が、入ってまいりました。現在選手のデバイストラブルを解決中となっており、お待たせしてしまい大変申し訳ありませんが、一度問題が解決するまでインターバルに入らさせていただきます。それでは一旦失礼いたします。
本日はワールズ2021プレイノックアウトステージの模様をお送りしております。実況のゆがです解説にはリクルスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先ほどは少し選手の機材トラブルの関係で、少々お時間をいただいておりましたが、どうやら再開のめどが立ったということですので、ここから、改めて再開の方させていただきたいと思います。ピース対レッドカニズということになりますけれども、ちょっとこう改めてこちらのマッチアップについての見解、リクルスさんの考えというところを聞かせてください。まあ、やっぱり、はい、そのピースからすると、うん、まあ、ジャングルミッドのラインっていうのは一つ軸に置きつつも、はい、トッププレーのビジチャチ、っていうのが、まあ、助っ人ではあるんですけど、やっぱり強力な一つの武器として存在している。そして、時間が経てば経つほど、ファームをしていた、ボット ADK のバイオレットが集団戦で活躍するというようなチームになってますね。一方のレッドカニッツっていうのは、そうですね、トップレーンの、まあ、こちらもトップレーンですけれども、はい、ギーゴ、彼が、まあ、ハンドスキルの面で一つ抜けてるなという印象がある中で、最終的にはやっぱり AD キルのチータっていうような形で、かなりスタイルの似たチームにはなっているのかなというふうには感じてます。はい、一方でサポートの対決っていうところを見ると、レッドカニッツの方ジョジョですね、はい、彼がかなりローも積極的に行うという側面があるので、彼の動きっていうのも一つ注目したいというような状況ですね。まあ、それこそその直接対決はトップレーン対決になるんじゃないかなっていう想定がされた中で、その予想に反して、まあ、ボットレーン対決を見てきたレッドカニズ、ただピースは、まあ、初志貫徹、自分たちの得意なトップレーンサイドゲームっていうのを組み上げてきてうまくいったっていう前例がありますからね。そうですね、もともとピース自体が、まあ、ビジチャチの加入前から、うん、ずっとトップサイドゲームっていうのを狙ってたんですよね。はい、はい、そこがこう綺麗にマッチしてるっていう風に感じますね。選手が変わっても、はい、さあその戦略っていうところは変わらずできているんじゃないかという中で、さあゲーム1 BO5 ゲーム1のドラフトスタートしております。ブルーサイドピース、レッドサイドがレッドカニズで、まずこの初戦スタートしました。いや、これピースがサイド選択権を有しているわけですけど、ブルーサイドですか。まあ、ファーストピックっていうところはさらにルシアン取ってきましたね。さあファーストピック、ルシアンからスタートしています。番はピースが新ジャオ、カミール、ドレイブンという番から、レッドガニズはミスフォーチュン、イレリア、ライズです。さあこのルシアンファーストピックを受けてレッドガニズ、リーシン、そして取り上げでしょう、はい、ケネン取り上げですね。で、新ジャオ一方的にバンされているのでリーシンが残っているということで、ここは取り上げていったということですが、あ、ルシアンナビのラインも作りますか。ここ直接対決の時通りでいくとブラームだったわけですけれども、変えてきましたね攻撃的に。さらにはあとはトリンダメアっていうのが一個ピックとしてはあったんですけど、はい、ここで取るかどうかですね。取らないとなるとセカンドバンフェイズでバンを受ける可能性もありますね。あるわけですが、おランブル、ちょっと面白いピックですね。ランブルですか。その W スタートができなくなったことによってジャングラーとしての評価っていうのは著しく落ちたかなという印象があるんですが、となるとレーナーとしての運用ですか。まだ分からないですね。ちょっとこの後のドラフトの流れ、しっかりと追っていきたいですが、さあレッドカニザーサードピックでレオナ、うん、まあこのワールズプレイインで一番評価の高いサポートと言えるでしょうか。言っていいと思いますね。さあそちらのレオナをファーストピックフェーズできっちり抑えてきた形、レッドカニッツ、まあ、ここまでで、はい、ミッドレーンのピックっていうのが見えてないですけれども、あ、ここは一旦ノクターンからいきますか。うん、まあ、ランブルミッドという線もありますしね。はい、まあ、結局この3レーンフレックスがちょっとどこに行くかわからないっていうのが結構効いてきそうですね。さあピースはカリスタ、徹底してボットバンですね。チータの得意ピックをとにかく潰していくと。さあレッドカニッツ、トリンダメアですね、バン、うん、
まあ当然ですね、うん、これかなり直接対決で使用されたチャンピオンへの警戒っていうところが両チームともに高くなってますね。高くなってますし、まあ、あとこれただどうしますかね、あと1体っていうところなんですけど、結構あルシアに対して出されるようなチャンピオンはあらかたバンされている中で、あ、カイサ AD キャリーのピック、マックスマン1つ消してきましたが、まあエズリアル残ってるんですけど、お2位ほう、はあ、まあ、ただここは変えてエズリアル、まあ、基本的にはレーンは勝てないマッチアップですね。まあボットサイドは安全に終えてしっかりと装備を整えたところからの集団戦ですか。そうですね、まあ、ここをただイーブンで終わると、はい、エズリエルが中盤以降一方的に有利を握るっていうようなマッチアップでもあるので、そのあたり耐えられるかどうかですね。そしてサイラス、ほう、これ最後どこに誰を、そうですね、このランブルー次第ではさまざま考えられますが、はめるんでしょうかというような、はい、ジャーバンで分からないですね。あ、ただジャーバン・ランブルのコンビっていうのは作れている上で、はい、サイラスが懸念のアルティメット取って AOE ダメージ、一気に集団戦寄せてきましたか。ただここまでのところだと本当に、誰がどこに来てもおかしくないので、まあちょっとレッドカニスからしてもカウンターを的確に当てるっていうのが難しい、レッドサイドの5ピック目を生かすっていうのが難しくなってますね。これブルーサイド選択した意味というのを早速ピース見せてくれてますね。見せてますね。フレックスピックにフレックスピック重ねてきました。さあ分からないわけですが、あ、ここで出ました、ね、グレブサーのクレットですね。はい、プレオフで使っていたチャンピオンですね。サイラスに対してクレットを当てる、はい、ミッドクレットです。うん、これ素直に行くのかどうか、まあ、ジャングラーとトップが交換することはある、まあ、ミッドレーンのところのサイラスは可能性がかなり高いだろうということでミッドクレット当ててきましたね。いや、そしてその読み通りにミッドにはサイラスが行きそうです。ピースやっぱりジャングル J4 になりそうですかね。でトップランブル、やはりレーンでのランブルであれば使えるぞという評価のようですね。ジャングラーちょっと厳しいかなってことですかね、のようですね。まあ、基本的にランブルがレーンで、まあ、懸念に対して戦っていくっていうのは、はい、まあ、いくつかメリットはあるんですけど、懸念のハラスに対して W で、うまく対応ができるっていうのと E と Q のレンジが結構懸念のハラスレンジと噛み合って、まあ、うまくダメージトレードができるっていうような強みもあるので、比較的ビジターとしてはそこまでこう懸念のハラスを苦にせずに、レンニングができるかなという印象がありますね。なるほど。いや、どうなんでしょうね、ビジチャッチ、やはりケネン得意なプレイヤーですから、ケネンが相手をして嫌なチャンピオンっていうのも分かってるのかもしれないですね。まあ、分かってるでしょうね。問題はですね、そのジャーバンっていうのを取りはしたんですよ、はい、まあ、フレックスピックでちょっと隠したいっていうところもあったんですけど、あまり刺さらない相手っていうのが気になりますよね。エズリアル、そうですね、AD キャリーがエズリアルですし、うん、さあ始まりましたワールズ2021プレインノックアウトステージマッチ2ゲーム1ピース VS レッドカニッツスタートです。さあ BO5 の初戦ということもあって、かなりお互いにここの試合のために用意してきたピックというところが見られています。まあ、そうですね、キーストーンのところは、はい、まあ、トップレーンはお互い水星であったり槍を持って晴らす、うん、ナミは今回はガーディアンのようですね。少しまあちょっと耐久力っていうところも意識した選択ですよね、うん、まあ、レオナ相手だからっていうところもあると思います、はい、まあ、オールインがあまり強くない相手とかだと、まあ、ガーディアンを選択せずに電撃とかを選択して、はい、ルシアンの火力を底上げしていくみたいな、あ、そういった選択もあるんですけれども、まあ、競技心的にもちょっとガーディアンの方が、うん、こうミスがなく進むかなというふうには感じますし、いい選択だと思いますね。さあここで一旦ゲームの方ポーズが入っております。ゲーム再開までもうしばらくお待ちいただければと思いますが、まあ、まずこの BO5 初戦ということで、どうでしょう、その直接対決をかなり意識してドラフトっていうところがお互い組まれてきたわけじゃないですか。実際そうですね、ピースからすると、はい、ボットレーンのところでまずマッチアップ確実に有利なものが取れたっていうのが一つ大きいですよね。でさらには懸念を取り上げられることも意識した上でランブルをしっかり用意していると、
一方のレッドカーニッツからすると、まあ、相手の得意ピックを取り上げた上でミッドレーンのところでサイラスに対してクレットを当てる、はい、っていうような形を取ることができたので、まあ、レッドカーニッツはこのジャングルミッドのラインから1個形成、試合を作っていきたい。ジャングラーもジャーバンなのでリーシーになれば、まあ、1対1のところも戦っていけますし、はい、2対2でも自分勝てると。逆にピースサイドからすると有利を取ったトップそしてボットをこのサイドレーンから作っていくっていうのが、まあ、一つ目安になる。特にボットですね。ただどうですかね、そのボットレーンなんじゃないかっていうことありましたけど、直接対決ではボットレーン行くんじゃないかという中でトップレーンっていうこともあったじゃないですか。さすがにルシアン並みとってボットレーン行かないっていうのは、まあ、取った意味がないかなというふうに感じますね。直接対決の際はサポートがブラムでしたからね、ちょっとそこで守備的な要素もありつつってことだったので、はい、まあ、やはりそこの差があってボットレーンなんじゃないかと。そうですね。これで、まあ、仮にボットに行かなかったとして、はい、ジャングルミッドがボットに押し寄せてきてルシアン波が潰されるみたいなことがあったら、それこそ波が中盤以降視界のコントロール取れなくて、はい、何もできずにピースが潰されてしまうっていうことにもなり得ますからね。でしかもランブルのアルティメット今回はちょっと刺さりづらい相手でもありますからね、うん、さあレッドカニッツが少し遅れて入っていって、相手のレッドバフのピット内にワードを一つ置きました。さあ対するピースの方スタート位置バビップはトップレーン自陣のブルーバフからのスタートになりそうです、うん、やっぱりこのスタートを見てもレベル3時点でのボットサイドっていうところを一つ見据えたスタートですよね。とにかくルシアン波がレーニングしやすいようにっていうところを考えたスタートに見えますよね。レッドカニッツの方はやはりこのトップレーンのギーゴを、まあ、スノーボール、まあ、ジャングルミッドのラインっていうところがまずあったと思うんですけど、ただやっぱそのクレットっていうチャンピオンはサイドレーンにも影響力出せるじゃないですか。そうですね。そこからこうミッドレーンからトップレーンへみたいな流れを作りたいということですね、はい、あとはまあ波が強気に前に出てきたところをこうカウンターでガンクさせていくっていうところも見せられますけれども、はい、まあ、とにかくミッドからサイドへっていうのは意識してるでしょうね。さあビジチャチが相手のトライブッシュトップサイドワードを置いていきます。ただまあそうなってきたときにやっぱりランブル相手にちょっとハラスが刺さりづらい、逆にハラスを食らってしまうっていうのが、まあ、さっきの、レーニングを見ても分かりましたよね。ランブルの Q のレンジにちょっと入ってしまう、はい、ここからスキルセットが揃ってくるとシールドもありますし E のスローもあるってことでちょっと難しいですよね。さあラプターが残っていることをグレブさんクレット確認しました。あ、そしてこれですね、トップレーンではダメージ取れたビジチャチが勝っていくが、おっとバイオレットがタワーのダメージをもらうような形になった。これはクレンズで対処していますがイグナイトでかなりローヘルス。さあフラッシュアウトを選択しましたが、チータン前にフラッシュからミスティックショットでファーストブラッド。ただこれは相打ちになっている。アラドリックが打ち取って続くゼニスブレードはサイドステップで避けました。さあこれで一気に体力有利を生み出したアラドリックが距離を詰めていく。ジョジョはブッシュ内で逃げてはいきますが、ここは最終的にはピースが2キル獲得に成功、2ストレートになりました。勝ったのはピース。これはどうでしょうね、もう波のダブルキルなので、まあ、いずれの方がいいかなというふうに見えますね。涙もこれでスムーズに購入できましたし、はい、中盤以降のスケールっていうところを見てもエズレルがスムーズに見れるような状況が作れましたからね。 2-1 トレードでたとえあったとしてもっていうことですよね、これは。はい、でウェーブの状況がやっぱりいいですよね。エズレルがしっかりとファームができるウェーブにもなりましたしね。いや、ここ少しバイオレットが前に出すぎたところ、上々うまく捕まえました。クレンズ打ったのを見てイグナイト、いや、そしてやっぱこれですよ。まあチータンといえばですよね、はい、この前フラッシュ。まあここはもうジョジョとしてはどうしようもないので時間を稼いでということになりましたけど、この後のウェーブがやっぱり強いですね。エズとしては序盤に失った CS をかなり回収することができて、はい、まあ、イーブンから、まあ、むしろ勝ってる状況まで戻してますから。さあ獲得ゴールドを見るとすごいことになっています。サポートのアラドリックが、まあ、2キル取っているから当然といえば当然なんですが、この段階で一番ゴールドを持っています。1600ゴールドでした。アイオニアブーツ購入してますね。これでレオナのスキルを避けることと回復の回転率を上げていくってことですね、うん、さあビジチャチは継続してトップレーンはプッシュの形を取り続けます。
ミッドレーンではグレブサー対タリー、このマッチアップですが、うまくタリーとしてもコントロールできてますか。しっかり耐えてますね。まあクレートの Q にさえ当たらなければ、はい、そこまでこう致命的なダメージを受けるっていうこともないですからね、そこを正確に避けてるってことだと思いますね。まあただどちらのチームもちょっとジャングラーを絡めた仕掛けっていうのは今のところ起きてないというか、まあ、はい、ジャーバンは狙ってたんですけど、起こせなかったっていうことになりましたからね。となるとミッドレーンの支配能力の高さから入っていきますね。リーシンがグレブサーとともに入っていく。レッドカニッツ、イージス、ジョジョも後ろから詰めてきています。でこれ入られた時に、はい、まあ、基本的には通常のゲーム展開だとやっぱりサポートが寄ってそこに対してプレッシャーかけて相手を弾き出すとかっていうところを狙っていきたいんですけど、波じゃないですか。絶対にやりたくないんですよね、ピースからすると。ちょっとそのピックの弱点、チャンピオンの弱点っていうところを、まあ、レッドカニズとしてはついていってるわけですね。はい、まあ、ミッドレーンではテレポートからミッドレーンに復帰したタリーがスカールからグレブサーを引きずり落としました。これでまあ一旦リコールさせるようですね。まあ、ピースからすると当然このボットには勝たなければいけないレーンになってますから、はい、強気に強気にダメージトレード仕掛けていってますね、うん、こういったウェーブを作った時にだいぶのプレッシャーをかけて相手を下がらせるみたいなことができるといいんですけど、いいカバーですね。さあイージス来ている。ゼニスブレードからすぐさま仕掛けた。レッドガニッツ、さあバイオレットはスライドで距離を取るがフラッシュが上がっていない。イージスそのまま強鳴撃入ってきますが、これはバービップのカバー間に合って1位ストレートになりました。さあテレポートが駆けつけて、そしてイコライザー打っていきますが、グレブサーがバービップを打ち取って、そしてその間にタリーがジョジョダウン。さあギーゴやってきて雷撃の話で展開していきます。しかしここにタリーがラチを返していく。これで動きを止めて最後はビジハチが持っていく。ちょっとですね、レッドカニッツは最初の狙いは良かったんですけど、その後ちょっと狙いから外れた動きをしてしまいましたね。結果的にはピースが勝った3人トレードですね。はい、最初あのダイブウェーブを作られてしまってダイブのプレッシャーをかけられる、その前にリーシンがカバーの動きをして相手を1人キャッチする動きを取った。ここまでは良かったんですよ。でここからバイオレットも見つけて BC のキルまで持っていった、まあ、結果だけ見ればこの1-1トレードでも別に悪くなかったんですけど、まあ、このクレットのオールインまで含めて、まあ、2-2トレードですか。でここで下がっていれば良かったんですけど、このまま仕掛けてしまう、まあ、何がまずいかっていうと、エズリアルがあのダイブウェーブ作られてたじゃないですか。はい、回収しないといけなかったんですよね。あ、今ボットレーンにずっといましたもんね。はい、チータンとチータンからすれば当然寄りたくないレーンなのにもかかわらず行ってしまった。ドバビップトップレーン、さあ決戦場でギーゴを囲ったアラドリックまで寄せてのこのピースのアクションに、レッドカニッツ、ギーゴはフラッシュないですから対応できません。そのまま眼光を決めていったのはピース。さあピースが息をつく暇さえ与えないような形でトップレーンに眼光仕掛けて決めました。フラッシュがないところに的確に仕掛けてきましたね。レッドカニズはボットレーンでのアクションを見てはいましたが、まあ、ヨレットは引き切っています。まあ、まあただこれでエズレルのファームを取る、はい、プラスルシアのファームをやはり遅らせるっていうことができてますし、タープレートもこれで1枚獲得になり、あ、を叩く一発分足りなかったです。足りなかったですね。取れてたらまあ良かったんですけどね、はい、ウェブもワンウェブ押し付けないといけないですけど、それができるかどうかちょっとわからないですね。いや無理ですね、サポートいないですから。まあ次のタイミングということになるでしょうね。さあここでバイオレットの近くにアラドリック寄ってきてのレーニング再開になります。しっかりとマップルウェブ使ってますね、はい。やっぱりさっきのちょっと連携ミスからレッドカニッツとしては、うん、まあ、大幅なロスが発生してしまっているという状況になってますね。逆に言うとランブルに逃げる入って、はい、ピースからするとこうスノーボールするきっかけっていうのを一つ作れた、特に11レベル段階でのランブルのパワーっていうのがこれで底上げされているはずですし、はい、ソーサラシューズ持ってる現段階でも相当強いですから、
さあジャウストからグレブスは入ってきたところにタリラチを返していきます。そこに寄ってきているのはバビップ、イージス両チームのジャングラー。そのバビップに対してイージス共鳴撃、ボットレーンでの戦闘が行われている。バイオレットにイグゾーストを返してレッドカニツジョジョ。しかし2超走者かなり痛くてスライドから一気に距離を詰めていった。バイオレットフラッシュをしたジョジョをそのまま持っていく。チータンただフラッシュで前に出るが体力を回復して、そしてイグゾースト相打ちに持ち込んだ。さらにさあチャージでミッドレーンはグレブサーが横からタリーを刺していった。レッドカニズのキルになります。いやボットツブツのところでまあルシアン並みの強さっていうところがまたしても出たような形にはなりましたね。最後のチームも波の回復行きましたね。いや行きましたね。イグゾーストもありましたし、まあ相打ちという結果にはなりましたけど、しっかりダブルキルまで持っていったと。いやただシータンもよくあのタイミングで前出ますね。まあどうでしょうね、結果だけ見るとレオンに全部受けさせてね、はい、デッドさせてしまったようなものですからまあ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 、その責任を取るためにもちょっと前行ったみたいなところありましたけどね。そうですね、二丁走者全部もらいましたから。はい、はい、さあピースの狙いはボットレーンということで、バビップがヘラルドの瞳を持ってこのボットレーンに姿を出します。そしてすぐに召喚、うん、本来の狙い通りのレーン、さらにはまあレオナがレベル5でやることと、あとはクレットがアルティメットテレポートともにないっていうことをしっかりと判断しての動きですね。イージスもカバーに来ている。そしてグレブサーもちょっとボットサイドの方へ姿を隠す動きにはなっていますが、寄り切ってはいない。さあタリーがコントロールワードを一つ破壊しながら、そしてボットレーナーバイオレットとアラドリックを寄せてのこのドラゴンはピース獲得になりそうです。ファーストドレイクはマウンテンドレイク。ランブルもしっかりこうボットサイドによる動きを見せて、ドレイクに対してカウンターさせないようにって動きもしてましたね。さあ確実にピースとしては自身の構成の狙いのそれ通りの動き、狙い通りの動きを遂行できていると言えそうですよね。できてますね。レッドカニクッズからしてもちょっとこのミッドのパワーを生かしてなんとかゲームを動かしていきたいというふうには考えているようなんですが、しっかりボットレーンに行くルートに関してもバビップカウンターを抑えてますね。でタリーはもう踏み込んできたらテレポートでカウンターしようというふうな構えですね、はい、ここもレッドカニズイージスとグレブサーで相手のラプターのスティールというところまではできるんですが、そこから次のアクションというところはなかなか取れてません。トップレーンでは相変わらずビジジャチ、まあ、2キロを取ってかなり状況良さそうです。しかもこのタイミングテレポータルレベル11になったら、またしてもこうボットサイドでアクションを起こすってなると相当、はい、強力なハイチャンピオンに仕上がってますから、この次のビジジャチのプレーっていうのにも注目しなければならないですね。ニーゴはどうですかね、まあ、テレポートは残してあります。そのテレポートアクションに対してカウンターという形も取ることはできますが、イグゾーストもただ上がってるんですよね。懸念は本当に飛び込んでいったところにイグゾーストカウンターで当てられてしまうチャンピオン、それがかなりきついチャンピオンでもあるので、まあ、いくらかゴールドを稼いでおきたいんですけど、今のところはビハインド背負ってるっていう状況でもありますしね、まあ、うまくリーシンだったりクレットだったりが吸えるといいんですけどね、はい、さあ装備状況で見ても、ピーストップレーンビジチャッチミシックアイテム完成ロケットベルト、あ今回はクラーケンですね。あそうですね、バイオレットはクラーケンスレイヤー、はい、ルシアンのクラーケンスレイヤーになります。結構ゾーニングしてくるチャンピオンとかが多いんで、まあ、ゲールフォース行っても面白いかなと思ったんですけど、うん、純粋に火力を求めに行きましたね。おっと水のロゴがチータに入ったように見えた。技積みの舞、これはフラッシュでバイオレットが引いていったところにトゥルーショットバラージから返したレッドガニッツチータのキル。いやこれはちょっと本当に計算見誤った。そうですね、ダメージ計算完全に見誤った感じのピース、はい、さあしかしバビップが寄ってきて徐々にドラゴンストライクからノックアップチータン詰めてきますが、決戦場徐々に狙いを定めてこのピースのバビップきっちりとキル獲得に成功です。いや飛び込んできたところに対する反応、チータンのユーゾースの反応も良かったですし、レッドガニとしても素晴らしかったんですけど、
まあ、そもそもがジャーバーに対するガンクのセットアップだったっていうこともあって、すぐさま寄せてキル回収してきましたね。さあイージスカウンタープレイとしてこのヘラルドの選択になりますが、グレブさんも寄せてになりますか。ビジシャチも始めていることは確認したんですが、そこからプレッシャー継続という形にはなりません。さあボットレーンではバビップとアラドリックでタワーを破壊までつなげました。ヒットレーンエバーフロス当たったところに2人追撃、二丁走者バイオレット。さあこれはジョジョの合流間に合って二丁走者を盾になって受けてあげます。グレーサーはスカールから引きずり落とされる形にはなりましたが生存。これでクレットのアルティメット乗っ取ってランブルのパワースパイク、はい、今現在生きているパワースパイクをより活かしやすい状況というのを作り出しましたね、うん、レベル11です。アルティメットのレベルが2になった。まあ、ボットのタワーも折れましたし、次のドレイクに向けて1対1を展開しながらマップ全体の支配というのを行っていくと。さてボットのタワーを破壊したピースはミッドにバイオレットとアラドリック、ボットレーナーを送っていきます。まあ、これはレッドガンジとしても合わせるべきですね。ミッドにクレットがいたとしてもちょっとウェーブクリアできないですし、はい、そうチャージからタワーダイブを狙って突っ込んでいくのはレッドガニッツ。しかしここにはテレポートから返してくるトップレーンサイドからバビップ、渡すみの前はうまくボットサイドに逃げることよりグレブさん逃げのびてはいますが、しかしここにやってきたタリ乗っ取ったチャージ、そしてそこにドラゴンストライク合わせていくバビップ、完璧なノックアップが決まったが、しかしここはその飛び込んできたバビップの対処に成功しているのはレッドガニッツ。そしてギーゴの素晴らしいテレポートから雷撃の嵐決まって2キル獲得はレッドガニッツ。さあなんとかそのギーゴを打ち取ることにピースとしても成功はしたんですが、2位ストレートこの戦闘勝ったのはレッドガニッツ。ランブルの合流がやっぱりちょっと遅れたのが響きましたね。結構決戦場だったりっていうのも、おっとタリーやりすぎてしまったところをチータンしっかり持っていく。いやここ取ったの大きいですね。ちょっと今日のチータン冴えてますね。いや素晴らしいですね。インファーナルドレイク獲得レッドカニッツ。さあちょっと流れが変わってきたんじゃないかというようなワンプレー。ここもフラッシュ使わされますか。いやしかもフラッシュですね。そうですね、はい、ピースは本当に今このタイミングがパワースパイク1段階目のパワースパイクでもあったので、そこずらされた形になりましたね。これちょっとレッドカニッツからすると無理やりすぎたかなというふうにも思ったんですよね。やっぱり相手のパワースパイクでタワーダイブっていうのは体型が取りづらいですから。でここで決戦場も入ってまとめてイコライザー良かったんですけど、これギリギリ奥まで入ってないんですよね。それで生き延びてしまったと。ここ響きましたね。トップサイドからランブルは歩いて寄っていていましたから。おっとグレブスは狙われている。タリーのラッチが当たるかどうか。これは追撃しませんでしたピース。さあキーゴがボット1人でアウタータワー CG を行います。イージスがクルーグを近くで勝っていました。ここにイージス合流させてボットのアウタータワーがレッドカニッツの手に渡ります。いやこれしかも何がまずいかってエズリエルがマナムネから行っててもうすでにスタックフルで溜まってるってことなんですよね。そしてこのインナータワーへのタックルもそのチータン、ジョジョ、ボットレーナー2人寄せていってヘラルドのタックルとともに獲得までつなげましたレッドカニッツ。これもう次のドレイクのタイミングまでには。さあトップレーンからグレブサーチャージで距離を詰めていってアラドリックをフォーカスしていくか。ジャウストから飛び込む。しかしこのグレブサーに対してはバビップのドラゴンストライクノックアップ。ジョジョ合流間に合ったがちょっとグレブサーが狙われすぎた。シャットダウン獲得に成功バイオレット。さあチリチリになっているレッドカニッツ、まずはジョジョを打ち取っていく形でピースが2キル目につないでいく。さあタリージャングル内まで追っていく。ギーゴンに対して鎖のムチのダメージ、ブラストコーンは自ら叩いて追っていきますが、これは逃げ切ったかギーゴ。しかしカバーをするように前に出たイージスにラッチを当たっていますが、しかしこれは竜の怒りから切り返していくレッドカニッツ。素晴らしいキックだイージス。さあただピースもまだ追っていく。相手のジャングル内だが関係ない。バビップローヘルスのギーゴを打ち取って、おーっとただチータンのこのスキルショットトゥルーショットバラージ、波はやはり柔らかい、強引ですが持っていった。これでまたしてもチータンキル獲得、6キル目。あそしてテレポート。さあバビップを狙ったテレポート、復活してきたグレブサー共鳴撃でイージス追っていきます。これはバビップ
逃げられません、逃しません。いや結果的に見るとレッドカニッツが大きくこうキルを回収した集団戦になりましたね。はい、ゴールドも逆転。うん、まあ、ちょっとミッドレーンのところの仕掛けっていうのはやりすぎかなというふうにも感じて、まあ、実際手痛い反撃を受けたんですけれども、その後のやっぱりチーターのスキルショット精度の高さですよね。さらにはリーシーのインセクキックの切り返し、あの2つがなかったらかなり悲惨なことになってたと思いますね。これはちょっとやりすぎてしまったかなと思ったんですが、いや完全に仕掛けるタイミングまずいと思いましたけどね。そうですよね、ちょっと合流がかなり遅れてましたもんね、レッドガニッツとしては。うん、ケネンが合流してきた頃にはもうすでにダブルキルされてますからね、はい、そしてそこをしっかりとピースとしてはカウンター2キル獲得からタリーが相手のジャングル内まで追っていく形を選択したんですが、いやただこのイージスのキックですよね。これでまずサイラス落として、でこの後エズレルが少しずつ削りながら最後トゥルーショットパラジット落とす。だってこれおお、いい角度。ただこれちょっとね、悠長に見てたらまたなんかファイトが起こってるんじゃないかって。いや起こりそうですね、ジャングル内のバビップへ。チータンワンバーストで体力半分削り取りました。2コア完成しています。しかももうハンマーまでもう3コアまで見えてる状況、はい、いやーちょっとこの次のドレイクファイト戦いたくないでしょうね、ピースからすると。ルシアンがここからもう一度パワースパイク迎えるってなると、4コアですね、4コア必要ですから、あと 2つ完成点が必要。3コアでは心もたないですか。はい、心もたないと思いますね。さあビッチャチが狙われるが、これはエレクトロハープン。しかしイージスがワードジャンプから強勝はなんとかロケットビルドで避けました。素晴らしい駆け引きです。まあドラゴン前のポジションというのは渡したくない一心でビッチャチ頑張ってたんですけど、さすがに今現在のキャリー同士のパワーの差がありますから、はい、明け渡さざるを得ないですね、うん、そしてピースとしてもここはドラゴン無理をするのではなく反対サイドトップレーンでのアウタータワー獲得を優先しました。さあそれを受けてレッドカニズイージスは一人でドラゴン狩り始めています。クラウドドレイク、インナータワーに対する CG というのはさすがにやめましたね。さあこれを問題なく獲得してレッドカニッツドラゴンのスタック数は2になります。まあただ重要なのはバロンでしょう。やっぱりクラウドソウル、取ったとしてもそこまでこう集団戦大きく影響するかってなるとそうでもないですから、はい、まあ、やっぱり鍵になってくるのはバロンですね。レッドカニッツの構成からするとバロンを生かした、はい、まあ、集団戦っていうのが思いになってくると思います。スニークバロンはちょっと狙いづらいと思いますね。それこそ、はい、はい、それこそエンゲージの要素がクレッド、ケネン、レオナ、うん、豊富にありますし、睨み合いだとエズレルのポークがある。対して、はい、ピースからすると、まあ、そこに付き合うんじゃなくて、ランブルとサイラスがサイドを送って、うまく全レーンでファームをしながら自分たちのパースパイクを待つってことになると思いますが、さあそこを強引にこじ開けようというのはグレブサーか。チャージはバビップをすり抜けてトップレーンのタリーを狙っていきます。さあしかしバビップとしてはこれはラッキーでしょうか。いやまあラッキーではないですね。もう本当に入れ替わるタイミング完璧に、ああなるほど、はい、バビップのナイスプレー。おそしてフラッシュインからドラゴンストライクノックアップを入れて、そこにイコライザー合わせていってバイオレットも二重走者からダメージを与えていました。さあうまくチータンジョジョを打ち取ってピースが2キル獲得に成功。これはバロンにつながりそうですが、スマイトがあるイージスは残っている。あこれもう懸念テレポートするしかないですけど、できれば見えないところから入りたい。タリーがスティールをさせないために裏に回り込んでいる。イージスにエクソースを使っているのはアルドリック、そしてバビップが決戦場からそのイージスを捉えていきます。ワードジャンプ壁を越えていきますが、ビジジャジがフラッシュ強引に持っていく。さあキーゴテレポートから雷撃の嵐、2キル取り返したバイオレットとアラドリック。さあバロン前での戦闘はキーゴ捕まる形にはなりましたが、バロンはキャンセルできません。いや今のギーゴうますぎるな、テレポートから。はい、本当今のところ人数差があって、さらにリーシンが真っ先に捕まって相当絶望的な状況だったんですけど、懸念がこうリーシンの方に合流すると見せかけてフラッシュで
強引にルシアの方に持っていった、まあ、フェイクの動きですよね。それでキャリー持ってったのが本当に大きかったと思いますね。いや、ここはもうマイブリンク、はい、とがめられましたね。そうでしたね。はい、まあ、やっぱりチータの味でもあり、はい、ちょっと疲れてしまう部分でもあるっていうことではあるんですけど、この後ですよね。ちょっと懸念の動き注目してみてほしいんですけど、ここ今ベースにいまして、テレポートを使っています。でテレポートから合流してくる。はい、でイージェスが危険、ジャングルが落とされてまずいんですけど、いや、このフェイクですよね。もう明らかにリーシンの方に打撃の嵐打ちに行くっていうムーブをした上でフラッシュで切り返した。ちょっと予想つかないですよね、あのルシアンは。まあ対処が難しかったでしょうね。まあ、結果としてビースとしてはまあそのギーゴを打ち取ることまではできましたが、バロンは継続することできませんでした。作りましたね、チームを。さあ2超走者発動、スライドで軌道をずらしていますが、ジョジョがボディーブロック。さあただミッドのアウタータワー、ビースがそのまま獲得に成功。まあ、バロンは中断したものの、はいはい、結局時間を伸ばしたりとかキル回収したりとかっていうところでピースが有利だったということは間違いないですね。イコライザー上昇の足元にかなり体力は削れましたがキルにはつながりません。イージスはうまくブリンクでほとんどダメージをもらわずに引いています。イコライザーないならこれかなり強気にいけますよ。そうですね、リバーの方へともう姿を体を入れていきます。お、バロンまで始めますか。いや、もう始めていいです。これもうイコライザーがなければ、はい、ここまで。さあバロンを始めた。パーサイトルタレーションで確認はしましたがどうするかピース。え、これはただ反転狙ってますよ、レッドガニッツ。グレベサーがポジションを取るような動き。さあイージスはバロン、イージスとチータンでバロンの継続の判断。ジョジョとギーゴはゾーニングを意識している。さあそしてここから反転だ。チャージ狙うや、バイオレット入った、そこにトゥルーショットバラージ合わせていく。さあバックラインへ飛び込む形でバービップ決戦場入ってきました。その対象のレッドカニッツ成功している。ビジョジがなんとか1キル返してはいるものの、ギーゴの雷撃の嵐ここでも完璧。ビジシャチは逃げ延びたが4キル獲得はレッドカニッツ、41ストレート。これはイコライザー上がりますけど致命的にはならないでしょうかね。体力は全体的に低いですよ、チータンは十分にあります。さあどうする、イコライザー敷いた、バロンの前だ。ジョジョがプレッシャーをかけながらビジシャチを遠ざけたい遠ざけたいという動き。そしてここでゼニスブレードいったが当たってしまったという形か。いや、どうする、チータン一人でのバロン継続が難しいが、チータンエース、まさにエース。まあ本当にこの試合育っているエース同士の対決で1対1勝ち切りましたね。いやー、チータンが、いやお見事。この試合何度こういったシーンを見せてくれるんでしょうか。まあもう本当にこういったプレーを見せてくれるからこそあのマイブリンクでのデッドが許されるわけですよね、本当に。いや、そうですね、今のシーンも本当にアグレッシブに、うん、相当育ってるランブルですよ。私勝っていきましたもんね。そこは相手に強気な動きから切るまで、まあ、そもそもレッドカニッツの判断、さらには集団戦の準備っていうところが非常に良かったは良かったんですけど、その上でやっぱりこのキャリー能力の高さですよね、このチータンの。お見事ですね。さあクラウドドレイク獲得にもこのプレーがつながりました。これでクラウドソウルまであと一つというところまでスタックスは3になっています。懸念で注意を引いてクレッドの意識を反らせる、そしてルシアンにリーシを狙わせてチャージ入っていってフルフォーカス。レッドカニットのまず集団戦の狙いが完璧でした。ただこの後のイコライザーの敷き方も素晴らしくて、そんなに致命的にならないかなと思ったんですけど、結果的に見るともう3人当たる形で体力削らせた。ただここからですよね、バロンを触ってまだ続けるぞと衣装を見せて、いや相手釣り出しましたよね。これどこのシーンなんでしょうか。どこだったんでしょうねこれ。最後もっと湧き上がってもいいぐらいのプレーでしたけどね。素晴らしいプレーでしたよ。はい、さあこれでどうでしょう。あっ、チータンがここでも前にブリンク、そしてジョジョもフラッシュからシールドデイブレイク、捕まえたのはバビップだ。決戦場を返します。そこにイコライザー足元敷いて、キーゴとジョジョの体力をかなり削っている。キルには繋がらない。
そしてイージス共鳴機合わせていくグレブサーが前線を張る。そのグレブサーに行くぞ。さらにはラーチから入っていくタリーですが、二丁走者のダメージはシールドで受け切っているか。水の牢獄サプレッション入ってはいますが、横からチータンだ。だったそのポジション、タリーを持っていった。2キル獲得だレッドガニッツ。このままバロンまで行きたいですけどね。行きますよレッドガニッツ。はい、さあバロン取れそうです。いやまあもうレッドガニッツやっぱり勢いに乗ったら止まらないですね。止まらない、バロン獲得です。どん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 と強気な立ち位置取って仕掛けていくと。ウルシアンはスリークは完成しましたけど、やっぱり足りないですよね。槍もう一つ装備欲しいですね。ああもうこれでガーディアンジェルまで完成して、チータンは4コア完成。そしてテレポートだ、これダブルですよ。グレブサーギーゴテレポートブラソコン、アラドリックが見つかった。これはどうしようもないでしょう。レッドカニッツが1キル獲得、キャッチを決めた。ただまあプッシュが追いついてないですから、はい、何かこれが重要なオブジェクトにつながるということはないでしょうか。まあ、ミッドのインナータワーは取れますけど、この後のインヒビタータワーまで取れるかどうかですね。さあまずはそのインナータワーを抑えていきます。ここまで取れるかどうか。インヒビタータワーどうだ。バイオレット1人では守れないぞ。二丁走者のダメージを返していきますが、チータンがここでも前に出る。さあそこに対してイコライザー、バビッパ決戦場を使いながらなんとか味方との合流を済ませてはいますが、かなり体力が削れたところ、なんとこれベルトでビエゴが前に出て仕掛けていくが、これはビジチャチがその間に捕まってしまった。レッドカニツ1キル獲得になって、ボットへローテーション、インヒビターとは取れますね。これもうランブルいませんからね、ちょっと強気にいてもいいですよ。さあタリーがイグゾースト、おっとただサプレッションに捕まったチータン、ガーディアンゲンジルが落ちました。ワタツミの前はうまく回避する形になっている。バイオレットが前に強気にスライド入っていきますが、ここにはジョジョゼニスブレードから、そして復活してきたチータン、ネクサスタワーしたタリーがラチを返していきますが、ストップウォッチで時間を作るイージス。ただこれはきっちりとピースとしても打ち取る形に返していきます。さあチータン徐々でなんとかネクサスタワー1本破壊することには成功しましたが、タリーそしてアラドリックが残っている状況でどうするか。ゲームエンドを狙っていくのか、チータンの狙いはネクサスなのか。ジョジョが耐えている間にネクサスタワー2本目も抑えたレッドガニッツ、アラドリックを持っていったのはここもチータン。さあネクサスは守れないか。タリー1人では無理。レッドガニッツがまずはゲーム1決めた。いやー本当にまあ家賀さんのテンションも上がってる通り、チータンが素晴らしいプレーをしていたと、いやーいうところは間違いないですね。最後のシーンもネクサスからミニオン出まくってて、エズレルからすると最悪の状況だったんですけど、それでも的確にオートアタックさして、はい、しっかり倒しきりましたね。いやこれはチータンがちょっと今日すごいですよこれ、ちょっと言葉にならないですよ、すごいですね本当に。もう一人で、はい、ゲームを破壊するレベルの動きをしていたとは思います。まあ、ただ、まあ、片鱗は見せてたので、うん、はい、ちょっとこれが嫌な方向に転ばないことをちょっと祈りますけれども、いやただこのゲーム案だけ見ればほとんどがいい方向に、そうですね、プレーがいい方向にアグレッシブなその動きがいい方向に働きました。まあ、ピースからしても、はい、最序盤のところは非常に良かったんですけど、やっぱりあのパースファイクタイミングですね、うん、はい、ランブルレベル11のタイミングでやっぱりチームの息が合わなかったっていうのが響きましたね。まあ、そこからの逆転劇、レッドカニズとしては見事に見せてくれましたゲームは。ちょっとゲーム展開的にはかなりピース優勢だっただけに、この1ゲーム目をレッドカニズが取ったというのは BO5 に与える影響相当大きいんじゃないですか。いや相当大きいですし、こうお互いにやっぱり、はい、目立ったコミュニケーションエラーっていうのがあったんですよ、うん、でそこを修正できるポイントにもなりました。だからこそこの勝ち数1っていうのは大きいですね、はい、さあここからはその1戦目お互いが見せたその修正ポイント、はい、修正し合った中でのゲーム2以降っていうことになりますからね、はい、ここからまあそういった連携面っていうところの強化っていうのが望まれますね、はい、さあ続きましてゲーム2ですが、ここで一度インターバルに入らせていただきます。それでは失礼いたします。